というかですね、今度3月に桜大戦の舞台が公開が控えてまして、まあ、この動画を見てる人がね、いつ見てるか分かりませんけど、今現時点では2020年の3月に新桜大戦の舞台の公開を控えている状態です。でここで一つ今のうちに言っておこうという言っておきたいことがある、言っておきたいことがあります言っておきたいことがある、なんか関白宣言みたいななっちゃったのでちょっと言い直しますけど今のうちに新桜大戦の舞台で新桜大戦の不満をぶちまけた私が言うのも何なんですけど、桜大戦には盛り上がってもらいたいんです、やっぱり。せっかく舞台をやるって、これね、思った以上にやっぱお金かかってますから、世界がね、本気でお金出してくれるっていうわけですから、これはもうどうしてやっぱね、成功してもらいたいんですよ。とはいえ、個人的にこのせっかくやる新桜大戦の舞台、このまま行くと多分失敗します、うん、なのでちょっとこう個人的に見解を述べておきたいなと思います。まず歌謡賞の基本をちょっと確認をしておきたいんですけども、というのは桜大戦の歌謡賞っていうのはいわゆる声優さん、そのキャラクターに声を当てている声優さんがそのキャラクターの扮装をして、そのキャラクターとして舞台に立って、実際の舞台に立って歌って踊って演劇をする、そういう、それを歌謡賞と呼んで、でこれが実は桜大戦っていうものの裏のメインコンテンツなんです。お実際ゲームが1996年にセガサターン出て、でいわゆるセガサターン版が出て、でその後にデビュー賞、歌謡賞っていう形でスタートして、でこれに関するドラマ CD 的なものもいっぱい出たんです。ゲームで語られなかったで演目だけは登場してた、内容ってゲーム中では語れなかったりすることもあったんですけど、それがドラマ CD として別でちゃんとキャストの皆さんが音入れて歌ってっていう風なちゃんと別で出たりとかしてたんです。それでそれを今度は実際の舞台でやったりとかつって、いろんな形で広げてったっていうのがあるんですけど、でその歌謡ショーをまあやってきて、でゲーム自体がプレセ2のいわゆる、桜大戦5が出て、で DS でも実は出てたりするんですけど、ゲームとしてはそこで一回終わってるんですよね。でその後も歌謡ショーとかレビューショーっていう形でずっと続いてきたんです。でこれは2008年に1回終わるんですけど、その後はライブを中心になるんですけど、これはこう田中康平先生が主導でいろんなイベント、あとはキャストの皆さんとかもが絡んだりとか主催したりとかで、さまざまな形でちょこちょこライブっていうのでずっと来て、だから桜大戦をずっと追っかけてきたファンからするとリアルタイムで桜大戦を生きながらえさせてきたメインコンテンツなんです、うん、歌謡ショーっていうのは。でそれを新桜大戦でもやりますというところで、これは本当に素晴らしいことなんです。だぜひ成功していただきたいんですけど、問題がですね、この新桜大戦の舞台の、演じてくれるのはその声優さんじゃないんですよ。チャンスね、別の役者さんなんです、はい、ちゃんとそれ用にオーディションをした別の役者さんなんです、はい、でこれが悪いっていうことではないんです。でこれはしょうがないんです。実際もともとの歌謡ショーとかもずっと10年やってきてましたけど、声優さんの負担がものすごかったらしいんですよね。あ実際年に2回とかやってましたから、はい、で声優さん曰く年の半分を取られるって言うんですよ。あそんなにですか。実際毎回その公演のたんびに新曲が出るんですよ。で各キャラごとにとかね、はい、で演劇のシナリオに合わせた歌が作られたりとかするんです、はいはい、ゲストで敵キャラとかそういうのでゲストでいろんな人来てくれたりするんだけど、その人用の歌があるんですよ。でそのいわゆる花組だけじゃなくて、その、いわゆる大帝国劇場っていうものをこう、はい、中心にしたその周りにいる人たちっていうのも登場しますから、はい、そういう人たち用の歌もあるんですよ。おっていうの風なので、だから桜大戦の楽曲ってものすごい数あるんですよ。何百曲ってあるんです。でそういう歌謡ショーをやっていく上で年に2回とかやって、はい、演劇の稽古もしなきゃいけない、で歌の練習もしなきゃいけない、でいろいろ覚えなきゃいけないでっていう風なので、やっぱし稽古っていうのはどうしてもやらないといけませんから、年の半分がやっぱ取られてしまうんですって。でそれでものすごいやっぱ負担になってたので、で今回新桜大戦は実際キャストの皆さんは今現役の売れっ子声優ですから、うん、みんな、うん、そんな暇ないんですよね稽古してとか。でも田中康平先生的にはその声優さんに、うん、君たちが実際そのキャラクターとしてやってくれるっていうんであれば、うん、いつでも曲は
作るし、いつでも動くから、あのね、いつでもやるって言ってくれていいんだよと、っていうそういうね、圧を受けてるらしいんですけど、声優さんたちは。でも、あの、小林先生がそれくらいに留めて、実際の、あの、舞台は、もう別に役者さんに任せるっていうふうになってることは、それだけ制裁、あの、負担かかってるっていうのは、もちろんね、あの、小林先生も分かってるわけですから。で、ファンもそれを分かってるはずなんです。なので、新作大戦の舞台で、その、キャストの皆さんがやらないっていうのは、これはもうしょうがないんで、これはもうファンも受け入れるはずなんですけど、でも、あの、今、現状のままだと、新作大戦の舞台は、もう、ゲームを遊んだ人からしたら別物になってるんですよ今。あ、そうですね。だってもうキャストの皆さんが出ないし、で舞台化されてるとは言うものの、あの、新桜大戦っていう枠はですけど知らない人が出ちゃってるんで、もう別のものになっちゃってるんですよね、なんか感情的に。っていうか私がそうなんですよ。なんかちょっとね、あの、あ、舞台やるんだ、でキャストじゃない、あ、それはしょうがないな、でもね、なんかね、そこまでこう見ようっていう意欲があんま湧かないんですよ。なんか今までいろいろ見てきて、あの、帝都パリニューヨークの、あの、サント合同武道館ライブとかも行きましたけど、まあまあ行っただけのにわかファンですけどね私も、でそんな私でも新作の舞台をこうわーって見に行こうっていうやっぱ意欲であんま湧かないんですよ、だって別物ですからね今現時点では、でそれがやっぱ悪いことじゃなくて、そのゲームと今のこれからやる新桜編の、あの舞台をつなぐものが必要なんです。でそれがもう単純な話、今までの話で大体想像つくと思いますけど、いわゆる新桜大戦のキャストの皆さんにキャラクターとして舞台に立ってもらう、こういうこの機会を、あの、そういうことをやる機会を1回でいいんでやった方が絶対にいいんですよ。でもうそのキャストの皆さんにね、皆さん忙しいんですけど、そのこう一度に返してもらって、でキャラクターとして舞台に立ってもらって、一番いいのは劇艇新書を歌ってくれることですよ。で劇艇新書を歌って、でもうね、もうあわよくば寸劇とかちょっとやってくれたら、あのキャラクターとしての掛け合いみたいなのやってくれたら、まあ、最高ですよね。でそこにそういうのをやって、あ、新桜大戦ので、あの元々のその桜大戦の歌謡賞の一番基本コンセプトは、その原作者のひろよさんが、そのゲームで遊んだ人がゲームの好きなキャラクターとか、そのゲームの登場人物たちと同じ声が舞台から聞こえてきたらファンは嬉しいだろうっていう発想なんです。でそれを、あの、でそれの一番肝の部分は、そのゲームテレビモニターの前で完結したゲーム世界が現実世界に広がるっていう快感があるんです。それが一つ桜大戦の歌謡賞を支えている原動力の一つだと思うんですよね。でそういうふうなゲームの世界が現実にこう展開するっていうものを、新桜大戦はこうだよっていうのを一回見せないとダメなんですよ。そのためには、あのキャストの皆さんにね、お忙しい中ではあるんでしょうけども、なんとか一度に返してもらって劇艇新書を歌って、で寸劇をやって、でその上でこれから公開予定されているそのキャストの皆さんに来てもらって引き継ぐっていうことをやってもらう。でこの引き継ぐって、これは桜大戦の構想の中ではありなんです。あの元々の歌謡賞をやってた時代に、あのひろよさんが、あの、今後もその桜大戦歌謡賞っていうのはずっと続けていきたいと、展望としてね、で、あの、いたら16代目新宮寺桜襲名みたいな、そういう風なのもあなったら嬉しいっていうような展望をね、語ったことがあったんです、私、あの、見に行った歌謡賞でそういう話をしてたんですよ。で、あ、なるほどなと思って、だから構想として、だキャストの皆さんがやらなくなっていくっていう風なのは、あの桜大戦の構想としてはありなんですよね。だ今回の新、あの桜大戦の舞台もそういったものがベースにあるんで、あのキャストじゃない、あの役者さんにお願いをするっていうのはもう桜大戦の構想ではありだと思うんです、ただそれも間の実際の新桜大戦の舞台がこうだっていう刷り込みは絶対に必要なんですよ、こういうものだ、そしてそれが引き継がれたっていう風にならないと、今からやる、これからやる桜大戦の舞台っていうものにやっぱファンが気持ちいかないですよね、と思うんですよね。なので、あの、こう新桜大戦のキャストの皆さんに、まあ、あのキャラクターとして舞台立ってもらって、で劇で歌って寸劇やって、で、あの舞台のキャストに引き継ぐっていうのを、こうぜひもう一回でいいんでやっていただければなと。でもしかしたらそういうイベントはもう裏で進行しててサプライズとかでねやるかもしれません。でもし、あの、それが予定されてないんであれば急いでセッティングしてください。
本当セガ頑張ってと思いますね。なのでぜひあの桜大戦の、新桜大戦せっかく出てもうねあのストーリーとかその花組の旧花組の扱いとか、うん、バトルパートとか、うん、あのいろんなこと言いたいのは山々なんですけどもいっぱいありますけど、でもせっかくね再始動した桜大戦ねあのもうねもう思い出は思い出で綺麗なまま終わらせてくれよっていう意見もあると思います余計なことするなと方で完結してたからもういいじゃねえかっていうそんな意見も多分持ってる人はたくさんいると思うんですけど、でもせっかく始動した新桜大戦ですからあの盛り上がっていっていただきたいなと思いますね。ということで以上です。ありがとうございました。